レンゾピアノはイタリアを代表する建築家。インテリアから公共建築まで幅広く手掛けている。イタリア語での正式な発音はレンゾではなくレンゾが最も近い。1937年、ジェノバで建設業を営む家に生まれる。フィレンツェ大学への2年の在籍を経て、1964年、ミラノ工科大学卒業。 フランコ・アルビーニの下で働いた後、1965年、スタジオピアノ設立。1960年代後半は、オリベッティ・アンダーウッド工場の設計で、ルイス・アイカーンの共働きした。1970年から1977年に、かけて、リチャード・ロジャースと共に建築設計事務所、ピアノロジャースを共同主催、建築設計競技で勝ち取った、 ポンピドゥセンターの設計を共同で進めた。1977年から1980年にかけては構造家のピーター・ライスと共同でピアノライスアソシエーツを主催した。1981年、レンゾピアノビルディングワークショップを故郷のジェノバに設立。主要な作品としては国際舞台に衝撃を与えたポンピドゥセンター。 20世紀の建築におけるエンジニアリング構造設計の最大の成果である関西国際空港旅客ターミナルビル設計ベルリンポツダム広場の再開発にあたってのダイムラーシティのマスタープラン設計であろういずれも巨大建築に求められる技術的課題に応え国際空港の象徴性やベルリンの周囲の歴史的文脈などといったものにも配慮している彼の設計による 超高層ビルが、ベルリン以外ではシドニーなどに設計されたほか、ロンドンのロンドンブリッジ駅の南西側に所在する、シャードーロンドンブリッジという87階建て高さ310メートルのピラミッド型超高層ビルがある。ありがとうございます。